VR ブレックスワールドにようこそ。アシスタントコーチの笹田範夫です。皆さん、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。本当にコロナ、もういきなり噛んじゃってやばいっすね。このコロナ禍で、本当にたくさんのファンの方が来てくれて本当にありがとうございました。今日は皆さんの質問にお答えしたいと思いますので、どんどん質問を送ってください。これで、あれ、すごい。いや、感謝の言葉ありがとうございます、皆さん。お、いい声って褒めてくれてる人いる。お色直ししました。これどうしたらいいんですか、ここから。あ、これでどんどん、もう質問に対して代表戦見ましたかが一番あれですね。もう、ちょっとラジオの準備もあったんですけど、3クォーターでちゃんと見てましたね。まあ、頑張ってたとは言えるかな、比江島と。コウスケ頑張ってましたね、スタートで、コウスケは。これどんどん答えていった方がいいってことですか、もう。バババって。あんまり質問、お色直ししましたかっていう質問ありましたけど、お色直しはしましたね。ただ、あんまりスーツ変えたんじゃなくて、白いワイシャツから赤いワイシャツにしただけです。俺の嫁のコートネームで呼んでる人がいるのはちょっと、あれですね。結婚式、ブレックス、みんな、ちょっとまあ来れなかった人もいるんですけれども、まあほぼほぼ、本当にお祝いしていただいて、フロントスタッフも含めて、チームスタッフも含めて、たくさん来ていただきました。まあちょっとこのコロナ禍なので、ちょっと気は使わなきゃいけない部分あったんですけど、まあ本当にお酒が出ない、結婚式っていうのはまた斬新で、非常にでも楽しかったです。龍造さんの好きなところはどこですか？これがなんか結構あれなんですよね。行動パターンが似てて、基本的にバスケットやって、お風呂入って、お食事を食べてお酒を飲むっていうのを生活にしてるので、それが多分めちゃくちゃ行動パターンが一緒っていうところで多分合ってるんじゃないかと思ってます。やっぱ結婚式の質問多いですね。結婚式、本番では泣かなかったんですけど、リハーサルみたいのがあって、その時に、ドレスを自分の嫁さんが見させてくれなくて、当日まで。で、それを振り返って見るっていうサプライズのリハーサルみたいのがあったんですけど、そのリハーサルで泣いちゃいました。その泣いた自分にちょっとびっくりしちゃいました。この、俺の嫁のコートネームで呼んでる人ちょっと結構、ちょっと怖いの。シーズンオフはお酒飲みますか？まあ今、どうしてもやっぱ家で飲むことが多いんですけど、今回お祝いで、結婚式のお祝いで、バカラのグラスをくれた、僕の友人がいまして、そこにすごい安いお酒を入れて、高級感溢れながら、思いながら飲んでます。だいぶ点々点多くなってきましたよ。あ、龍造さんと旅行するならどこですかっていう話なんです。これ実は、本当に毎年計画はしてて、まあ、このコロナでちょっと行けてないんですけど、3年前シーズン終わった時に、いろんなコーチ陣も誘って、旅行を計画したんですけど、なぜかもう二人で行く羽目になって、二人でチェジュ島行ったっていう、すごい思い出がありますね、はい。何をしたかはあんまり聞かないでください。これちょっとあれっすね。やばいっすね、この人は。腰の調子は頑張ってます。
ブレックスで結婚したくないのは誰ですかは結構いい質問ですね。まあ、一番やっぱ結婚したくないのは町田アシスタントコーチかもしれないですね、やっぱり。やっぱ本性が、この1年間見てるんですけど、この本性が見えてこないんですよね。本当に。なんか、何大門のサウナ。ああ、何大門のサウナと温泉どっちが好きですか？まあ、これもだから、安西ヘッドコーチとよく一緒に行くんですけども、ルーティンが決まってて、最初に炭酸泉入ってからの水風呂入って、サウナ入って、水風呂、サウナ、水風呂、シャワー浴びて出るっていう流れですね。はい。美容室はアトリエさんです。はい。これ質問ってリピートした方がいいですね、一応。あ、した方がいいですね。メガネのこだわりは、僕、沖縄でヘッドコーチしてるときに、すごい怖い感じのメガネをしてるっていうのが評判で、まあ、あれちょっと狙ってたんですけど、自分の身の回りの人にものすごい評判悪くて、やめてくれって言って、周りの人が勝手にプレゼントしてくれるっていう、オチが最後、待ってまして、そのメガネをもらって、ずっと人のメガネで僕、かけてるっていう、自分では選んでません。個数はもう今3個ぐらいしかないです。英語、英語を勉強してますかっていう質問で、昔からやっぱ子供の頃に生活してたので、あんまり勉強したっていう記憶もなく、まあ今もよく、ネットとかで SNS で、面白動画で、英語の面白動画みたいなのを英語で見ちゃってるので、まあ自然とまあ、毎日英語が習慣になってるのかなっていう感じですね。なんかあんまちょっと僕の答え面白くないのかちょっと気になってるんですけど、結婚ありがとうございます。あ、こっちにありましたね。すいません。ちょっと前に進もうかな。元気ですか？元気です。このなんかあれですね。イベント絡みで選手と二人で行くならシリーズ多いですね。選手と二人で旅行行くなら誰と行きますか？まあ、二人で行くならやっぱり渡辺じゃないですかね。やっぱり。まあ実際結構、最近はなくなったんですけど、自分が最初ブレックスに行った時、鍋とよく飯を行くことがあって、これ面白いエピソードがあって、普通に、担々麺のラーメン屋に、多分9時ぐらい入ったんですけど、店出たのが1時ぐらいだったっていう、しかも酒飲まずに。まあ、そんぐらいだから2人でいても大丈夫な2人ですね。だから、それに、つまり無人島に一緒に行くならって考えると、ちょっと、それだとちょっと厳しいので、まあやっぱり、龍造さんかな？龍造さんが、やっぱりね、行った方が、やっぱりいろいろしてくれるし、まあご馳走もしてくれるし、ですかね、そこの無人島のやつは、はい。これ俺もちょっと動いた方がいいんだろうな、本当は。ちょっと見づらいんだよな、これ。みんなこっち。みんなすごい密集してんですいません。ちょっと質問が結構読みづらくて、本当に行きたいんですけど。あ、行きましたね。沖縄の系の質問もあります。沖縄おすすめの早期、蕎麦屋さんを教えてください。難しいなぁ。もう全部美味しいです。ちなみに石垣で行った時に、八重山っていうところあるんですけど、八重山そばはすごい美味しかったなっていう、あれですね。遠藤さんの金髪どう、あ、俺遠藤さんの金髪大好きなんですよ。だから遠藤さん、ちょっと、昨シーズンの序盤、ちょっと髪型で悩みすぎてちょっとスタートが遅れちゃったと思うんで、来シーズンちょっと金髪から始めてほしいですね、僕も。はい。ちょっと、あ、こっちの、栃木の温泉は行きましたが、もう行き、まあ、もう前々から僕も本当に温泉好きなので、まあ、那須も行くし、日光も行くし、まあまあ、基本的に行ってますね、もう。もう温泉は本当にあらゆる関東近辺とかも行ってます。
栃木のお気に入りの場所はありますが、南大門です。ここちょっと見えづらいんだよな。ちょっと待ってください。あ、笹さんは次金髪、いつ金髪にしますか？いや、本当はちょっと今したいんですけど、ちょっと去年は逆にこのコロナ禍で人に会うことないかなと思って金髪にして、願望はすごいあります。でもちょっとやっぱり一社会人として、ちょっと控えております。ちょっと前に進もうか。あ、犬ですね。犬飼うなら何犬ですかって、僕ちょっと柴犬飼ってるんですけど、本当はちょっとインスタにあげたいぐらいなんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。これは、どの柴犬より可愛いんで、譲れません。すごい細かい。ベルモールあんま行かない。ベルモールは行きますかっていう質問で、あんまり行かないっすね。結構細かいっす。ちょっと、探られそうになってますよ、僕は。あ、なんか、アラヤの質問があるから、ちょっとそれ行きたいんですけど。アラヤ、あ、ちょっとここだ。ちょっと待って。アラヤ選手、ちょっと見えない、見えない、見えない。あ、荒谷選手に期待することは、これいきなりバスケットの話ですね。やっぱ、まあ、荒谷選手は、すごい、こう、日本人では、まあ、今日代表戦とかもありましたけど、こう、中に、こう、切れ込んでいくの、才能っていうのがすごいあるので、まあ、ただまだまだこう、そのレベル感的にはまだ未熟なので、そのでも才能っていうのを活かしながら将来的には本当にこう、第二の遠藤に、ぐらいな、本当にポジションになってほしいなっていう期待は持ってます。はい。もうそろそろ。イカルンのいいところは、無欲。まあ、そこがいいとこじゃないですか、やっぱり。まあ、無欲のくせに、結構、負けず嫌いっていう、こう、なんかこう、情熱と冷、あ、なんだっけ、情熱と冷静の間みたいっていうやつなんで、あいつの良さはそういう感じですね。はい。あ、なんか、比江島の質問がある、これ行きたいな。何が？比江島選手は可愛いですか？これ逆に僕質問したいんですよね、ファンの方々に。比江島って可愛いんですかね？なんか男から見るとちょっとそこはわかんなくて。でもなんかまあ、周りの反応としたら可愛いんだろうなっていう。あ、やっぱ可愛いって出ますよね。可愛いですなんですよね。あ、すごい可愛い。一番反応してる。すごい、すごい、すごい。すごい、比江島バズってます、やっぱり。でも今日の試合、もうちょっと可愛くしてほしかったですね、じゃあ。お、鍋さんの好きなものを聞きたいです。ああ、これ、だからさっき言って鍋と結構そこ僕が、合うかなと思うのが、子供が好きそうな料理が好きっていうのがお互い一緒かもしれないです。だから結構普通にカレーライスとか、唐揚げとかなんかそういうのが好きですね。ちょっと貝の質問が来ましたね。貝が。貝のところ行こう。貝君がチームの中心になるために必要になる。まあ、ここでまたちょっと真面目な質問コーナーですね。貝が、チームの中心っていう言い方はちょっとまあバスケット的に難しいんですけど、ブレックスで、正ポイントガードになるためには、自分の能力を生かすことも大事なんですけど、まあそれはもう本人分かってるんですけど、やっぱり人のことを生かす力をガードとして学ばないと、正ポイントガードにならないのかな。まあそれは代表と一緒で、結局、八村とか、ルイとか、まあ雄太とか一緒にやって、その中で下位が中心になるっていうのは今の状況では考えにくいじゃないですか。って考えると、まあ、彼らが一緒にやってて生かされてるなと思うような選手になれば、必然とブレックスでも代表でも、正ポイントガードになっていくのかなと思っております。すっごい真面目な今答えしました。あと2分、もう、
もうちょい、もう2、もう、ああ、じゃあちょっと最後はちょっと今日の代表戦の比江島さんどうでしたか？まあちょっとやっぱりファイナルの時から自分でこう攻めていこうって思いすぎてるのがちょっとかわいそうだなと、かわいくなくてかわいそうだなと、興味、ベンドルメがすごい良かったなと思ってて、やっぱりこう自分が中に行ってて仲間を生かせばいいっていう感覚でやってれば自然と自分でも点取れるので、まあシュートは入ってたし、今日だから一つ天傑にトップにアシストしたスリーポイントが良くて、もうちょっとアシストにこだわるっていうか中にこう行きながら外も生かすっていう感覚であれば、必然とマコの良さが出るのかな。まあでも、生き生きとバスケットやってたので、見てて楽しかったです。じゃあラストもう一個ぐらいいきますか。なんか、なんかラスト1個ぐらい質問いきたい、答えたいんですけど、あれ、田渕さんの来ましたね。ああ、これは結構難しい質問ですけど、質問じゃ来年の田渕さんの起用法にはどう考えてますかって言われて、まあ、起用法に関しては僕が決めることじゃないんで、なんとも言えないんですけど、ここ最近すごい熱い話があって、これは、まだ発表が出てないから言いづらいんですけど、田渕さんと電話で話す機会があって、今回、まあ、何人かの選手が、対談するっていう形になって、まあ、その時に、田渕さんのもう楽しいじゃん、みたいな。またこっからチーム作っていけるから、やっていこうぜ、みたいに言われた時に、ちょっと震えたっすね、やっぱり。もうすでに何人かも、まあ、鍋も同じようなこと言ってて、ファンの方々からしたら、まあ、僕らも寂しいですけど、いろんな選手がいなくなることに関しては。まあでもこう、もう選手とか、まあ今の現場のスタッフも次向いてる感がすごくて意外に逆に、その熱量はファンの皆様に伝えたいなと思って、今日は締めさせていただきます。まあそれでは、そろそろ終わりにしたいと思います。こんな僕ですけれども、なんかこんなに何人か集まっていただいてありがとうございます、本当に。また、会場でなのか、まあ、何台もなのか分かりませんが、まあ、どこかでお会いしたら、声をかけてください。意外に怖そうなんですけど、そんなに怒ってないので、気軽に言ってください。今日はありがとうございました。